ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ムキー、悔しいわー。そんなに騒いで、一体何があったって言うんだ？バイト先の後輩が、私に対して失礼な態度を取ってくるの。ほうほう。昨日もシフトが一緒だったんだけど、霊夢さんってレジ打ちが下手ですよねって偉そうなこと言ってきたのよ。それはカチンとくるな。確かに、私は金額を打ち間違えることが多いけど、だからってそんなはっきり言わなくてもいいじゃない。間違えてるのかよ。まあでも、その後輩はもう少し言い方を考えた方がいいな。店長のお気に入りだからって、天狗になってんのよ。あんまり調子に乗ってると、バイト仲間から反感を買ってしまうよな。うんうん、あんまりいいことじゃないわよね。実は、最近活躍している芸能人の中にも、天狗になっていると噂されている人たちがいるんだぜ。詳しく教えてほしいわ。いいぜ、じゃあ早速紹介していこうか。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、水原希子さんだ。ファッションモデルとして活躍している人よね。ああ、2010年には村上春樹さん原作の、ノルウェーの森という映画が公開され、女優デビューも果たしたぜ。モデルに女優に大忙しってことじゃない。それだけじゃないぞ。水原希子さんは、バラエティ番組に出演したり、化粧品の CM に起用された経験だってあるんだ。ふむふむ、いろいろな仕事をしてるってことね。そういうことだぜ。メディアに出る機会が多いってことは、ファンも多いんじゃない？彼女はもともと、女子中高生向けファッション雑誌セブンティーンの専属モデルをしており、若い世代から人気だったからな。へえ、すごいじゃないの。だけどな、水原希子さんは芸能界で売れるにつれ徐々に性格が天狗になってしまったんだぜ。なんですって？例えばセブンティーンで活躍している頃、たまたま彼女の個人ブログが見つかり、そこには、衝撃的な内容が記載されていたんだ。一体どんな内容なの？なんと水原希子さんは、まだ成人していないにもかかわらず、飲酒や喫煙を行っていたんだぜ。それは見過ごせない問題行動だわ。このブログを見た人が、彼女に対して批判のコメントを書き込むと、お前らいい加減にしてくれへん？言いたいことばっか言って、うちがこんなんでビビると思っとうん。うざすぎると反論したんだ。ドン引きだわ。そんなファンならいらんと切り捨てるような発言をしていたとも言われている。いくらなんでも言い過ぎよう。ファンだって、水原希子さんのことを心配して注意したかもしれないのにな。問題を起こしても、援護してくれる人しかファンじゃないと思ってるのかしら？否定的な意見を言う人は、自分にとって敵だと認定してしまうんだろう。人気のある自分の意見が正しいとも思ってそうだわ。周りにチヤホヤされすぎて、思い上がっちゃった可能性があるぜ。なんだか残念ね。あとはマネージャーやスタッフに対して、女王様のような態度だという噂もある。おっほほほって高笑いするってこと？そうじゃなくて、わがまま言い放題ってことだぜ。撮影の際に、スタッフが用意したお弁当には、一切手をつけず、マネージャーを呼びつけて、別の食べ物を用意するよう指示するみたいだ。モデル業もやっているから、食事に気をつけているせいだとは思うけど、せっかく用意してもらったお弁当を、粗末にするなんて許せない。しかも、マネージャーは指示されたものを買うため、撮影場所から遠く離れた飲食店まで行ったんだぜ。そこに売ってるやつじゃなきゃダメって、水原希子さんがわがまま言ったのかしら？あくまで憶測だが、別の店で買ったものでは、納得しないんだろうな。無茶言ってマネージャーを困らせるなんて、信じられないわ。私は売れっ子なんだから、これぐらいするのが当たり前でしょと。傲慢になっているんじゃないか？こりゃ、天狗になってるって言われても仕方ないレベルね。人気があるからといって好き勝手していると、敵を作ってしまうからな。うんうん、もう少し謙虚に振る舞って周囲に気を使うべきよ。特に芸能人は、悪い噂ほど広まりやすいからな。立ち振る舞いには気をつけた方がいいと思うぜ。続いて紹介するのは、粗品さんだ。霜降り明星って漫才コンビのツッコミを担当している人かしら？その通りだ。2018年には M1 グランプリで、相方である聖夜さんと共に、優勝も果たしているんだぜ。かなり実力のあるコンビってことじゃないの？ああ、しかも粗品さんは聖夜さんとコンビを組む前の高校時代に、アマチュアのピン芸人として活動していたこともあるんだ。そうだったの？霜降り明星を結成後も、2019年の R1 グランプリにピンで出場し、最年少で優勝したことで大きな話題になったんだぜ。M1 と R1 の両方で優勝するなんて、史上初なんじゃない？そうだぜ、お笑いの才能が人並み外れているよな。ええ、
びっくりしちゃった。お笑い界の重鎮であるダウンタウンの松本人志さんも、霜降り明星はめちゃくちゃ才能がありますと SNS で発言しているからな。そんなビッグネームからも注目されるほどなんだ。粗品さんは、ダウンタウンをお笑い界の神様だと思っているらしいので、ものすごく嬉しかったと思うぜ。憧れの人に褒められたことで、自信にもつながるでしょうね。まあでも、自信を持つことが必ずしもいいことだとは限らないけどな。どういうことよ？粗品さんは、天狗になっているせいで調子に乗っていると言われることも多いんだ。マジで？とある番組に出演した際、楽屋挨拶についての話題で、高橋真麻、井森美幸、鶴の武士とかはいかんかも。芸人の先輩やったら行くけどといった問題発言をしてしまったんだ。ちょっとちょっと、芸能界の先輩たちに対する敬意がなさすぎるわよ。芸歴が上でも、実力は自分より下だと思っているのかもな。見下してるってわけね。他にも YouTuber に対して全員おもんないやろ。YouTuber なんかただの素人集団とディスり発言を連発したんだ。なんだか辛辣だわ。あまりにも好き勝手言い過ぎだよな。人気 YouTuber スカイピースについても、一番おもんないとバッサリ言い捨てているんだぜ。そんなことをファンの人たちが聞いたら、悲しくなっちゃうわよ。配慮に欠けていることは確かだぜ。しかも粗品さんは、先輩芸人に対しても偉そうな態度をとっているらしいぞ。ええ？前を歩いている先輩に、俺の前を歩くなと言ったこともあるみたいだからな。いやいや、絡み方がまるでヤンキーじゃない。自分の方が売れているから、何を言ってもいいと勘違いしているんじゃないか？礼儀知らずにも程があるわ。売れっ子芸人になったことで、自分が一番だという自信から、横暴な性格になってしまったのかもしれないぜ。そんな態度をとっていたら、周囲の人から嫌われちゃうわよ。ああ、そうだよな。ネットでは、最近、粗品は失言が多すぎる。売れて性格が悪くなったんじゃない？といった厳しい意見も出ているんだぜ。これ以上、印象が悪くなっちゃうとファンも離れていっちゃいそう。そうなると干される心配もあるからな。天狗になりすぎて芸能界から、消えちゃうなんてヤバすぎるわよ。続いて紹介するのは、中田敦彦さんだ。武勇伝のネタをしていたオリエンタルラジオの人じゃない。ああ、相方の藤森慎吾さんと漫才コンビでデビューしてすぐに、リズムネタで一世を風靡したからな。その後もパーフェクトヒューマンっていう歌を出して、ものすごく売れたわよね。そうだな、オリエンタルラジオは一度だけでなく、二度もブレイクしているコンビだ。藤森慎吾さんの方は、チャラ男キャラが受けて番組に引っ張りだこの時期もあったわ。アイドルの曲に、チャラい愛の手を入れて共演したりもしていたな。すごく盛り上がっていたわよね。中田敦彦さんの方もしくじり先生という番組で、偉人についてわかりやすく解説するキャラが大人気となったんだぜ。先生役がハマったってことかしら？ああ、中田敦彦さんは、慶応義塾大学を卒業するほどのエリートで、もともと勉強が大好きなこともあり、歴史についての知識が豊富だったんだ。ふむふむ、それに彼は聞きやすいスピーチの能力にも長けており、勉強嫌いの人でも楽しめる内容だったと視聴者から大反響だったみたいだぞ。お笑いだけじゃなくて、そんな才能もあったのね。でも私はオリエンタルラジオのネタが好きだから、コンビで活躍しているところがもっと見たいわ。今後テレビで二人のネタを見るのは、難しいかもしれないな。なんでなの？実を言うと、中田敦彦さんはテレビでの仕事ではなく、YouTube の方に力を入れているんだ。もうテレビには出ないってこと？いや、そんなことはないと思うが、今の時代は YouTube の方が稼げると考えたんだろう。確かに昔に比べて、テレビ業界って勢いがなくなってきている感じがあるもんね。それに中田敦彦さん自身も、これだけ何度もブレイクして売れているんだから、自分には、相当のファンがついているはずだという自負があったんだろう。なるほど。周囲の芸人仲間にもそのことを、自慢して回っているという噂もあるぜ。あちゃー。それはちょっと天狗になりすぎていたいわ。中田敦彦さんは、非常にプライドの高い性格とも言われているので、もっと自分がメインとなる舞台で活躍したかったのかもな。ほうほう、それでテレビ業界からは、一旦離れる決意をしたってことね。しかし、なんと彼は、自分の YouTube チャンネルで、松本人志さんへの批判を投稿するという暴挙に出たんだ。一体何があったっていうの？中田敦彦さんによると、松本人志さんは M1 や一本グランプリなど、賞レースの審査員をやりすぎなので、彼から面白いと評価されない限り、芸人は売れない状況だということを提言したんだぜ。なんだか言いがかりのような気もするわ。
もしかすると自分のネタが、松本人志さんに受けてないと勘違いし、怒りを抱えていたのかもしれないな。プライドがある人って、自分が評価されないことに対して敏感だもんね。ああ、なので物申したくなったんだろう。それなら直接言えばいいのに。きっと動画で公開することによって、周りから賛同を得ることができると、思っていたのかもしれない。自分にはそれだけの影響力があるとか信じて、調子に乗っちゃったのね。この騒動を、中田敦彦さんは、総合的に判断して、ミスったなと思ったと反省したみたいだけどな。今後は調子に乗って、大先輩に文句言うのは止めるべきよ。全くその通りだぜ。最後に紹介するのは、あのちゃんだ。独特の雰囲気があって、とっても可愛い子よねー。元はゆるめるも、というグループでアイドル活動しており、現在はタレントや歌手として、テレビやラジオなどで大活躍しているんだぜ。ほう、au の CM でも天の邪子役で出演しているんだ。あ、それ知ってる。キュートなダンスを踊っていたのが印象的だったわ。あのちゃんのダンスや歌が好きってファンがたくさんいるからな。うんうん、それに喋り方も特徴的よね。舌足らずで愛らしい感じが可愛いと人気なんだぜ。見た目も幼い感じがするわ。実は、彼女のトレードマークである黒髪のショートヘアや、ファッションを真似する若者が急増し、あのちゃんギャルと呼ばれているんだ。知らなかった。あのちゃんはおとなしそうな見た目に反して、アイドル時代は観客席へダイブするなど、エキセントリックな行動が魅力でもあるぜ。異色のアイドルね。そしてタレントとなった今でも、マイペースな言動が話題となっているんだが、一部では、最近天狗になりすぎていると言われているんだ。どうしてそんなこと言われるようになっちゃったの？あのちゃんは遅刻した際、マネージャーの電話に一切出ないことなどを公言しているんだ。心配して電話しているマネージャーさんがかわいそう。現場の人たちも困るよな。どうしてそんなことするの？彼女はコミュニケーションが苦手なので、電話よりも LINE などの文面で、済ましてほしいと思っているみたいだ。わがまますぎるわよ。それに付き合わなくちゃいけない周囲が大変だよな。うんうん。そして他にも、野球の大会で盛り上がって応援している人たちに対して、何もしてないのに、なんであんなに誇らしげに喜べるのかな。応援するパワーを送りますとか、パワー？まやかし？オカルト？などの見下した発言をしているんだ。真剣に応援している人たちのことを、そんな風に思っていたんだ。彼女は仕事として、始球式にも参加したことがあるのにな。失礼すぎるわよね。メディアで言うべきことではないと思うぜ。私もそう思うわ。さらに彼女は、ロケ番組で初対面の人に対して、きちんとした挨拶をすることなく、接している場面が放送され、あのちゃんみたいな態度はどうかと思う。売れてるからって礼儀知らずなのはダメでしょなど、視聴者からの感想が、ネットに寄せられていたそうだ。やれやれって感じだわ。有名な芸能人でも、初めて会う人には礼儀正しくするべきだぜ。せめて挨拶くらいは、ちゃんとできるようにしないとね。さて、今回は天狗になっている芸能人4選について紹介したぞ。芸能人になって有名になると、すぐに調子に乗る人が多いのね。周りの人より自分の方が偉いと思って、性格も変わってしまうみたいだからな。へぇ、芸能界って怖いところだわ。売れっ子になっても、謙虚な人もいるぜ。そういう人は裏方のスタッフからも好かれそう。わがままばっか言っている人は、旬が過ぎると使ってもらえなくなる可能性も高いしな。そっか、天狗になって好き勝手していると後で痛い目見るってことね。ああ、そうならないためにも普段から自分の言動には注意しないといけないぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。